それでは次回12月1日木曜日から放送予定の番組内容をお伝えします。街の出来事では市内で行われたイベントの模様をお伝えします。前橋市長が市政について語るテレビ版市長コラム、次回は命を救う進化する救急搬送をお送りします。市政ガイドでは市民交流課から特殊詐欺に気をつけようをお送りします。歌手の松原信枝さんと山崎定治さん、前橋市長の対談の模様をお送りします。定例記者会見での市長からの発表の内容をお送りします。続いてミニ情報のコーナーです。今回は12月のボートレース開催日程をお伝えします。12月4日日曜日から9日金曜日までの6日間はツ・プライドラウンド第4戦3支部対抗波乗り王決定戦、13日火曜日から17日土曜日までの5日間は JPF 杯ドッキドキツッピーメイト、20日火曜日から25日日曜日までの6日間はツ・プライドラウンド第5戦コースレコードタイムアタック戦、29日木曜日から来年1月3日火曜日までの6日間は伊勢新聞社新春レースを開催します。市本庁舎1階ロビーでは障害者通所施設による物品販売が行われています。販売初日の10月20日は弁当、パン、クッキー、缶詰パン、黒ニンニク、手組み紐などが販売され大盛況となりました。この物品販売は祝日を除く毎月第2、第4木曜日に行われます。ぜひご利用ください。この後45分まで市役所からのお知らせをお伝えし、45分からは空から見た日本をお送りします。今回は箱根山をお送りします。次回も津市行政情報番組まるっとつガイドをぜひご覧ください。いつの日にも暖かく包んでくれるこのふるさと、みんなの優しさが好きさ。